じゃあ、皆さん行きます。これを専用に使えるんですか？はい。じゃあこれは乗せたり、下ろしたり、こぼしたり。で、ここから出しますもので、あと利用で上かぶる。で、こういうステージでもですね、全部100箇所、はい、作っていきたいと思います。多くのスタートアップが、新しいスタートアップが福岡ができるということを期待しております。創業当時、福岡市のインキュベート施設に入らせていただいて、いろんな支援をいただきました。地域資源を活用した養殖も心がけて、今後は地方の方で雇用促進できたらと思います。コンセスとしても、国に何でもお願いをしたいというわけではなくて、自分たちでできること全部自分たちでまずするんだと。今もう特区指定されてから32個の独自プロジェクトもスタートさせております。ああいう皆さんが次の日本の経済を支えてくれるんだなと本当に思いますね。そういう発信力は東京だけではなくて、各地域から発信されていく、そういう時代になると思います。私たちが進めようとしている地方再生はですね、今までのような金太郎飴のような地方都市を作っていくということではないです。地域の良さを生かして、その地域ならではの将来を作っていく、町を作っていく、活性化を図っていくということではないかと思います。